の知らない世界。いつも塗ってますよ。塗ってへんよ。塗ってますよ。青ちゃいまん。パーでんねん。なんでパーやねん。どっちみち一緒や。ちょいちょいね、ガリ忘れんねん、はい、今日ガリ忘れんねん。忘れへんわ。お前これガリ忘れたんよ。食べへんからや。いや、あいつ分かってへん、ガリ分かってへんねん、お前。だから、そういうことやから、お前。誰かガリ分からんやつ、分からんねんねん、あんた。何言われたんだ、お前、僕は。ガリって何、おもろ。うん、ガリや。おもろ。え、それ言われ。何もろたらどこあんの、それ言われ。あいつな。あ、今の時期に、うん、でもあいつな。トロだけはな、めっちゃな、はい、現状に巻いとんの。金たことなんかからな、あいつな、トロだけめっちゃくるくる巻いとんの。お金やろ、もう現状に巻いとんのな。すみません、それが俺の仕事だ。新しい場所の方、違うよ、違うよ。前どうおったの、あの、週末だけ。あ、ほんま週末はやるよ。もうあの、仕事が正月休み。何だよ、学生、違うよ、もう休み、なんでそれは言われ、個人情報があるから。お前生きてんねん、ボケ。そう、生きとんねん。それは困るやろ、俺が言わんかったら。はい、はい、ガンピー。これでも、あ、これこっちか。俺のは新しいやつで入れてくれ。北新地ハイボール。いや、こんなどうでもいいから。お前、お前あれやろ、今日暇すぎて、あの、ネタない、ネタが減るへんから国越えた話やろ、お前。そんなこと、そことも言うてへん。言うてる。お前が、お前なんか、なんかわかんねえ。一足、もう電話来たろうかな、思ったもん。いや、めっちゃ喜んどって、あいつ待つよ。こうやって待つよ。めっちゃ喜んどって。おい。飲みに行くの言うたね。お前わかりやすいな、お前。ほんま、腹立つわ。腹立つわ。お客さんもわかりやすいやろ。うん、はい、おれへん、おれへん。はい、しょうがやな。せんでしょ。生姜にします。うん、これぐらいだよ。いただきます。ん、え、すぐ茹でんの、お前。うまっ。赤貝、赤貝だ、赤貝。な、慌てんでもいいやろ。何がじゃん、ボケ。長尾さんもから。これ柿さ、お前なんかでこう焼けや。やで。あ、なんかで焼け。柿食いたいです。なんか焼けや。大阪ガスで。リンナイさん、リンナイ、大阪ガスのリンナイさんで、山子で2万円、2万円。あれがこれで、お前焼けや、ほら、いやいや言わんと。え、こうだよ、こうだよ、こうだよ。まだあのガス代使うの。お前しまっか、お前。ひもひもって、ひもって言うから。ひもきゅうは後でいいんやろ。後でええよ。だから、かき焼けや。かき焼くの。うん、かき焼け、かき焼け。かき焼いて、かき焼いて、あの、タコのイボくれや。イボ、イボ、タコのイボだ。え、タコのイボ、いつものやつな。イボ、いつものやつって、あの、8番も食べなあかんよ。どれ ?9 番だけじゃなくて、8番。8番じゃないよ。ミ。面白くねー、タコの。面白くねー。まあ、ほいちゃうよ、お前。喜びすぎや。これはあいつ。ハッピー、ハッピーやん、今。意味がわからん。言うな。日本語知らんな、日本語。トークトーク、なれトーク。さっき焼き言うとんの。さっき赤貝握っとるでしょうか。醤油つけるわ、めんどくさいから。で、今が一つ技しな、このパッ。書いてどうね。あれで、こう食感が変わるんですか。ああ、ピューってピューピューってなるよ。ピューピューってピュー。適当すぎっしょ。ピュー、ピューってなるって。ピューってなるね。ピューってね。めっちゃ辛いやん。え、めっちゃ辛いやん。もう売り切れにしよう思って。ちょっと大きめに。うまっ。うまっ。辛っ、お前わさびこら。それは間違い。うまっ、わさびやったな。喜んでますやん。はい、やな。めっちゃうまい。